みんなに知ってほしいアダルト用語よ。このコーナーではアダルトな世界にいると聞くことがある用語の意味を南川さんに当てていただきます、うん、では今回の問題はこちら。 NDK、NDK です。 NDK、はい、何でしょうか。やっぱりその有名なネタは NTR のネトリですよね。そうですね。そういうネトリ、そういう系ですよね。 NDK、これ私も初めて知りました。中出し勘弁。ちょっと愚痴っぽい用語なんじゃないかな。確かに中出し勘弁にもなりますね。ギャルがさ、はい、なんかさ勝手に童貞とエッチしてさ、童貞がさ分からず中で発射してさ、てめえ NDK だぞっていうようなありそうじゃない。ありそうですね。NDK、確かに。でこう正座してる童貞でギャルがこう踏みつけてるみたいなパッケージで、うんうん、どうですか。ブブー、違う、違います。NDK、何でしょう。正解発表しますね、うん、正解はぬるぬるディープキスでした。ぬるぬるディープキスでございます、はい、SNS や掲示板などで、はい、うん、あの子は NDK してくれたなどと話そうです。あ、それはいわゆる例えばこの夜のお店みたいなこと。なるほど、なるほど。あのそういうお店の方が、まあ、例えばよくあるサービスで即尺とか、そういうまずキスみたいなことでしょ。そこで結構サービスしてくれたみたいなことなのか。でもあの子よかったよで使われる男性にとって、はい、その分かんないけど、あのキス風俗でしたいかっていう問題もありますもんね。したいか問題もあるもんね。南川さんはしたい。どうやろう、いや、どうやろう、どうやろう。そのいきなりはちょっと怖いかも。なんかちょっとその急にね、ちょっとその向こうも嫌やろうし、なんかこっちもそんな別にキスしたいわけでもないから、分からんけどちょっとね難しい表現になるけど、はい、そこはなんかちょっともう年齢とともに、はい、なんか相手の気持ちを考えるっていうか、嫌がることはしたくないじゃないですか。だからそういうようなことで、今でもバンバン風俗行ってるみたいな手で喋ってる。全然行ってないんですよね実際のところ。行ってないけれども、多分今となった多分あんまりちょっと抵抗あるかも、はい、ちょっといろいろ考えてしまって。そうだって、僕今僕40でしょ、はい、もし今言ったら多分20代の子とかがもしいた時に、いやこんなおっさんとなみたいな感じになるし、そういう気持ちになると、はい、なんとなくその気持ちよくはなりたいけれども、相手のその接触嫌がるようなことあんまりできれば、もう気持ちがね乗ればこの子やったら大丈夫なんかなっていうので、あればやるんかもせえへんねんけど、そこはあるね。だからそのヌルヌルディープキスがそのなんていうの、必須で入ってるってことですよね、そのお店は。なんですかね、か、まあ、めっちゃキス好きな子、女性が気持ちやってって方が、うん、あ、確かにしてくれたって喜ぶっていうのがちょっとなかったかも、気持ちとして。でも結構これ共感してくれる男多いと思うけどな。意外とそんなしたくないねみたいな。ね、いやゼロじゃないと思うねんな。はい、そうなります、ね、中出し勘弁ではなくぬるぬるディープキス。中出し勘弁のギャルもいい気です、ね、下品なこともすいません。はい、それでは今日も始めていきましょう。ボイズハート放送局、おなっほー、月森ねねです。トイズリは南川です。芸人と声優が大きなお友達と作り上げていく健全な男の子を育成するトイズハート放送局、皆さんの欲望に応える番組を発信していきます。はい、はい、8月の12日でございます。もうお盆ですか。あ、そうですね、真っ暗の中でございますね。なんか車で帰りながらね、帰省しながら家族が後ろで寝静まっている中、お父さん聞いてるんでしょ。聞いてね、スリリングな聞き方でございますね。これはやめてください、高速の渋滞中にしこるのはやめてくださいよ。しこるのだけはやめてください。そんなびっくりしますよ子供が。やめてください、本当にそこはね、はい、事故にもつながりますからやめてね、はい、お願いいたします、ね、お願いします。そして、うん、この番組を今知った方も中にはいるんじゃないでしょうか。あ、なんとですね、まあ、そうね、このトイズハート放送局、うん、YouTube
ポッドキャストでも聞くことができます。過去の回も、ございますので、ぜひそちらも合わせてよろしくお願いします。お願いいたします。はい、そして番組の実況や感想はハッシュタグトイズハート放送局でお待ちしています。はい、それでは今日もあなたの欲望にお答えしていきます。トイズハート放送局、今夜もスタート。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りします。トイズハート放送局。改めまして、月森ねねです。南川でございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、先週は、はい、エレファント先生に、そうです、エレさん、来ていただきまして、はい、今週ゲストなしでございますので、通常回でございますので、はい、どうぞよろしくお願いいたしますということですね。はい、どうですか夏、はい、ねねちゃん、なんかどっか行ったりとか、うん、まだ前半ですけどね、夏はね。そうですね、うん、先月の出来事なんですけど、7月ってことですか。7月の下旬にですね、うん、この番組の、うん、なんて言うんですか、準レギュラーなのかよくわかんないけど、うんうんうん、森本サイダーさんの、あ、赤の他人ね準レギュラーとか、そのレギュラーじゃないとかじゃなくて、赤の他人ね、ハート放送局にたまに来る一般、うんうんうん、一般の松竹の方一般の、まあ、芸人さんなんでしょ、多分芸人さんなんですよね、多分あんまり知らないんですけど、はい、サイダーさん の単独ライブに、うん、ああ単独ライブで、はい、見に行ってきました。新宿で、はい、ねえ、やってましたね。ちょっと僕、はい、お仕事で行けなかったですけども、はいはいはい、はい、どうでした。めちゃくちゃ楽しかったです。やっぱりサイダーさんも、うん、月森も多分陰か陽かで言ったら、うん、陰キャ側の人間なので、はい、いや分かるねみたいな言動とか、そうよ ね、 ね、内容とかが多くて、うん、もうネタばっかり、あ、そう、コントばっかりかなですね、うん、はい、コントばっかりをやってるということですよ、単独ライブね。楽しかったですね、うん、途中の VTR も、うん、なんかしくじり先生のパロディみたいなのをやって、あ、そうなんや、そうなんや、はい、配信とかやってんのかな配信ありますね、配信あるんや、はい、まだ間に合うかな、8月12日だと、あ、1ヶ月分なはず。松竹ってな、1ヶ月配信するんですけど、はい、あれ絶対1週間とかの方がいいと思うねんな、あれな、あ、短めの方が絶対、俺の時も1ヶ月、なんで1ヶ月なのって思ってるけど、ね、結構長い、ね、うん、1週間とかでいいと思うんですよ ね、 ね、うん、いや、まあ、そうなんでしょう、うん、本人がいない場なんで、うん、サイダーさんいないんで言うんですけど、うん、サイダーさんがオープニングとエンディングで、うん、白い白髪のウィッグをかぶって、うん、スーツ着てちょっと中年のおじさま風に登場したんですけど、はいはいはい、うん、かっこよくて、あらら、かっこよくてちょっとイケオジイケオジ風のサイダーさん見て、俺初めてサイダーさんのことちょっとかっこいいなって思って、うんうん、だってあれでしょ、なんかねねちゃんさっき言ってたけど、はい、客層が若いんですよね、女子が多かったですね、7、8割ぐらい、7、8割女子で、最前がもうほぼ若い女子、はい、でなんかしかも見た目も、え、見た目もなんかそのね、男性アイドルとか男性声優さんとか追っかけてるような、なんかちょっと可愛らしい服とかメイクとか派手髪だったりとかする、南川単独ライブ7、8割男でしたよ、これ前列やからみたいな、いや、そうなんですよ、仕事におそらくついてないであろう、ずっとなんか人の悪口しか言ってないであろう、そうそう、私もね、そう、南川さんのライブは実際に見に行かせてもらったんですけど、うんうん、全然違うじゃんと思って、やっぱ違う、はい、客のこの席の雰囲気違う、全然違いました、腹立つな、いいなだって、笑い声もやっぱ女子の方が比率が多いんですよ、うん、あ、そうかそうかそうか、男性からもう低いよね、のぶといなんか、ふふふっていう、なんか、しかも高らかに笑わないですもんね、重たい空気になる、重たいねんもうっていうやつね、まあまあまあ、うん、そういうなんか雰囲気とね、会場の雰囲気とかも含めて楽しんでもらいました、うん、いいじゃないですか、はい、サイダーさんね、頑張って単独で、R1 がもう確か出れないんだったっけ、ね、ラストイヤーが終わっちゃったので、それも精力的にやってるから ね、頑張ってるところでございまして、これからのサイダーさん、サイダーさんね、夏じゃあバカンス行ってくださいよ、バカンス、いやいや、なんかもしね、機会があれば、はい、バカンスとまだ言い過ぎか、それはそれでハードル高いね、はい、なんか例えば、まあ、ご飯は前行ったから、あ、行きました、ね、なんかちょっと、日帰り、なんていうの、大江戸温泉とか温泉いいですけどね、うん、ね、日帰り大江戸温泉とかね、いいじゃないですか、そんな、でもそう、私行きたいところがあって、あ、何、この番組で叶うのか分からないですけど、うんうん、富士急ハイランドに、はあ、富士急ハイランド、確か俺も人生で行ったことないな、あ、そうなんですね、うん、
富士急ハイランド何したいの？は、あの絶叫マシーン。絶叫マシーン好きなの？コンプリートと。コンプリート？はい、うんうんうん、あとあのお化け屋敷に入ったことがなくて、月森。え、どういうこと？あ、人生で、え、人生もう数十年生きてるんですけど、うん、お化け屋敷というところに入ったことがないので。え、一回も？いや、一回もはないでしょう。いや、一回も本当なくて。え、例えばあのディズニーランドは？ディズニーランドってお化け屋敷って？いや、ホーンテッドマンションあるやん。ああ、あれお化け屋敷なんですか？いや、あれお化け屋敷でしょ。え、そうなんですか？あれは完全にだって日本で一番有名なお化け屋敷やん。全然なんかその認識がなかった。言ってますよね。言ってますね。多分言ってます。でも記憶にないから。お化け屋敷という認識がなかった。お化け屋敷、あ、いわゆる遊園地とかであるようなお化け屋敷ね。はい。はい、あ、怖いやつ。ちゃんと怖いやつ。ね、ちゃんと怖いやつってどうなんやろ。ちゃんと怖いやつってまあちょっと言ったら、え、チープかチープじゃないかってこと？そういうこと、ね、いや、でもあるやん、場所によってはチープなやつとか、あ、ちょっとそのガーンみたいな、うんうんうん、でも驚き勢いだけで行くやつ、はいはいはい、それあるやんか。あります、ね、そういうのじゃなくて、ちゃんとこう綿密に得られた人間が演じてるとか、そういうこと、はい、あ、そうそうそう、人間が演じてるとなると俺もないかもね。あんのかな、ね、なかなかないと思うよ、それって、うん、数少ないと思う。じゃあ行きたいんですけど、うん、やっぱり友達とか誰も言ってくれなくて、うん、いやいや、友達を作っていくんだ。サイダーさん、あ、いやいや、サイダーと富士急ハイランド行くっていうのも手なんじゃない？サイダーさん絶叫マシン乗ってくれるかな。ミカさんはどうですか、好きですか？俺絶叫マシン、俺全然行けるね。あ、大丈夫ですか？あ、よかった、うん、お化け屋敷は、お化け屋敷もまあ全然行けるけれどもね。でもね、でも大人になると、はい、え、俺乗ってないのよ、この10年ぐらい、はい、10何年か、うん、なんかね、久しぶりに絶叫マシン、若い時は行けたけど、はい、大人になったら無理って話もありますよね。あー、そっか、意外や意外、ダメになっちゃうとか、ダメになっちゃってるって可能性は全然あるかもね。確かに、あ、確かに、なんかサマーズさんのチャンネルで、はい、鈴鹿サーキットの絶叫マシンとまで行けへん、ちょっと怖い系のちょっと驚く系のやつ乗ったけど、確かに昔より怖かったんだ。あ、余裕やろこんなんと思ったらちょっと怖かったんですよ ね、 そうね。もしかしたらこの三半規管弱ってたりとか、あ、まあまあね、年齢とともに変化がありますからね。それはあるかもしれませんから、はい、あ、じゃあいいじゃないですか、それちょっとね、富士急ハイランドなんてね、サイダーさん、サイダー、ちょっとサイダーと言ってレポートしていただいてね、はい、うん、そういうのちょっと知りたいですね。夏の思い出、はい、頑張って作るぞっていう感じでございま す、 す、ね、はい、じゃあメールを俺から行くか、ね、はい、俺が行きますね。ラジオネームキャスパスさん、ありがとうございます。月森さん、南川さん、おなほー、おなほー。この前駅のホームにパンティーが落ちてました。ありえない状況に3度見しつつ会社へ向かいました。お二人は思わず2度見3度見してしまうことはありますかと。パンティーかー、ないかな。パンティーはないです。意外とないよね。駅のホームはなかなか、駅のホームないよね。レアでは、駅のホームでしょ。そう、ホームですよ。いや、ホームではないかな。どういうパンティーは経緯で落ちたんだっていうね。うん、パンティーはないかも。なんか俺中学の時に、はい、高校バスケ部やったんですよ、うん、で、あ、ごめんなさい、中学の時クラブがバスケ部 で、はい、で男子バスケ部女子バスケ部ってあるじゃないですか、はい、でクラブが終わって、うん、なんかもう帰る時、なんか帰る用意をする時に、なんかちょっと、帰るまでぐだーっとする時間ってあるじゃないですか、うん、でその時に、女子と、男子がおって、女の子、ちょっといたずら好きの女の子が、はい、その同級生のと女友達のをこう俺をこう呼ぶっていうか、俺に南川南川みたいな感じで目線をこっちに行かせて、見て見て見てっつって、その女の子後ろ向いてんやけど、はい、その体操服をベロンってめくんのよ。ほんならその後ろのブラジャーが丸見えなるみたいな、あれ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 、なんで女の子が「ちょっとやめてよ！」みたいなこと言って、ケタケタケタ笑ってるんやけど、もう俺はもうギンギンになっちゃってるっていう。二度見っていうかずっと見てて。でお前は男子やからさ、そんなの全然興奮せえへんしみたいな態度はもちろん取るんよ、もちろん取んねん、でもギンギンになって家帰ってその映像ずっと覚えてるみたいなのはあったな。いいですね、なんか学生の頃だからこそあった。真っ白の、いや健康的には真っ白のブラジャーというかスポブラなのか分かんない、ちょっと透明やし分からない、覚えてないけど、ふわっと見える、あれでもちょっと忘れられないですね。
あれいいですね。いい思い出でしょ。青春。そうなんだ。学生の頃はそうですね、まあ、私が女子だからっていうのもあると思うんですけど、女子やから、うん、まあ、男子とかのとかないか、ないなと思って、プールとか、プール、うん、水泳の授業とかなかった？あ、中学校までありました。あ、だからその時さ、はい、結構着替えたりとかするでしょ、はい、そういう時なんかちょっとエッチな目で見られたなとかないですか？あ、それはなかったですね。意外や意外、結構あんなもう思春期なんてね、中学校の時なんて一番こうなんか多感な時期やから、見ようと見ようと頑張るみたいなとこありますよ。私泳げなかったので、あ、 なるほど、なんかもうずっとバタバタしててビート守って、あ、必死だったから分かんなかったのかもしれない。本当に泳ぎ頑張った人あんまいないけどね、水泳であんまり頑張らない、クラスで数少ない 25m 泳げない女だったので、うん、あ、そうなんや、はい、あ、そういういるよね、あれが頑張る人ね。最近あれですよ、2度見3度見だと、うん、なんか今年多分流行ってるでしょ、女性がへそ出し、あ、いや、あるよ。ちょっとお腹がチラッと見える。今年に限らず結構ね、ベーシックにあるよね。最近多いんですかね、うんうんうん。そういう方が結構多いので、それはちょっと見ちゃいますよね。あー、結構なんかチラチラと見ちゃうよね。やっぱ気になっちゃいますね。俺がでも、あの、駅のホームで言うと、はい、もう人生で絶対に忘れられない出来事が、はい、駅で僕自転車高校の時に自転車通学してたんですよ、はい、自転車通学っていうか駅まで自転車で行く、うんうん、でそこから電車乗るんやけど、はい、帰りにね、僕あのミスタードーナツの、はい、駐車場駐輪場みたいなところに止めてたんですよ、うん、別にそこ止めたらあかんとかじゃなくて、うんうんうん、止めてたんですよ。で帰ってきて、もう夕方5時ぐらいですよ、で僕の自転車遠目に分かるじゃないですか、自分の自転車やから、はい、なんかサドルの上に乗ってんですよ、ほう、なんか自分の自転車のそのサドルの上に、うん、え、何やろうと、うん、遠目に見ても分かるから結構大きいもの乗ってんすよ、うん、はい、これ何やろうと思ったら、あの、うんこやったんですよ誰ので、それがね、どれの犬のうんこにしては、うん、とんでもなくでかいんですよ、だってサドルと同じだけ、うん、サドルの同じ形で乗ってんすよ、誰かが、いやいや、マジでマジで、誰かが手でパン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 しないとおかしい、うんこが乗ってんすよ。で、俺、って思って、もう3度目、4度目どころじゃなくて、これどういうことって、こう、全角度から見たんや。全角度から、これ、その、理由と、その、どうやっての手段と、方法と、それものが、その、人なのか、犬なのか。うん、確かに。怖っ。いろいろ見た結果、結局答え分からんのよ、はい、めちゃくちゃ大きいから、うん、とりあえずそのサドルを外して、うん、そこにそっと置いて、で、あの立ち起きて帰りました。さすがにもう乗れなかった。いや、乗れないよ、だって完全にさ、ペンってどけたところでもう無理や、もう染み込んでる可能性もあるし。そうですね、あれやったん誰やねん、ね、名乗りなさい、本当にもういい聞いてますか、もうそんなことありました、はい、皆さんも注意してくださいね、うんちだけはほんまに注意してくださいよ、なかなかないと思いますけど、ね、びっくりした俺マジで、あれ忘れられへん、それはでも、ね、誰もがびっくりすると思います、うん、はい、ということで、うん、ありがとうございました、うん、そしてですね、ここからはこちらのコーナーをお届けします。どうぞ。トイズハート優勢、よいしょ。このコーナーはトイズハートの商品などをテーマにした大喜利お題にリスナーの皆さん、そして南川さんに回答してもらうゴリゴリな投稿コーナーです。何でしょうか。はい、今回募集していたお題はエッチな自由研究を教えてくださいでした。ほう、はい、あるんですか。順番に紹介していきます、うん、どうぞ、うん、いきますね、うん、じゃあどれからいこうかな。お願いします。ペッチャーいきます、うん、お名前ドバイヘリコプターさんからいただきました。はい、エッチな自由研究を教えてください。月の満ち欠けによる勃起力の変化の観察。あー、いや、でもこれは結構、いや、でもさ、本当に自由研究になるじゃないですか。月の満ち欠けってさ、分かんないけど、よく漫画とかで見るのが、うん、女性とかのことはよく分かるけど、ね、男性関係するのかな、果たして。まあ、で、女性も関係すんのかなっていうのも分からんし、で、性的なところにね、うん、よく言うよね、それ、ね、いますね、うんうん、まあ、でも確かに調べてみたいっていうのはあるね、ちょっと興味は、月の満ち欠けで ね新たな発見があるかもしれない、うん、あるかもしれません。では続きまして、お名前ワンタンとイノリンのホットドッグさんからいただきました。はい、エッチな自由研究を教えてください。粘土で自作オナホ作り。あー、まあね、定番ですね、これは。
定番かそれ定番でもなんでもなくない、貯金箱とかではなく、どうする中のさギザギザとかさ、中のさイボイボ、どうやって作る、作れたらすごいけどね。確かに一回入れてみたくなるよね。でもねなかなか、ね、でも一回入れちゃったら終わりじゃない、もう。あー、そうですね、使い捨てじゃない、やっぱり若い時のチンチンはカチカチやからな、うん、結局なんかいいツボになるだけじゃん。はい、はい、ではいきますよ。続きまして、はい、お名前ポッカさんからいただきました。エッチな自由研究を教えてください。一人エッチで出した自分の精子を顕微鏡で見てスケッチします。あ、気持ちよさと自由研究の宿題と、一挙両得、これが本当の写生大会。長いな。よかったんやけどね。よかったんやけど長いね。これ長さっていらんのよね。いやいや素晴らしいですけどね、はい、うん、スケッチしますと。なるほど、これが本当の写生大会か。うまいこと言いたかったよな。なるほど、わかります。はい、じゃあ続きまして、お名前、うん、ドリルさんからいただきました。エッチな自由研究を教えてください。抜いたおかずの感想をイラストで綴ったおかず絵日記。あー、まあでもこれはもう自由研究というか絵日記ね、はい、そうですね、確かに絵日記やん。そうですよ、なんか、うんうんうん、宿題ネタ、宿題やな、宿題、夏休みの宿題やな。そう、もう一個もね宿題ネタなんですけども、お願いします。読ませてください、はい、お名前サッチモさんからいただきました。エッチな自由研究を教えてください。朝立ちの観察日記。あー、でもそれはさ、やっぱ若い時はいらんけど、もう年取ったらいるかもね。あ、本当にさ、立ってる時と立ってない時はあるからね。はい、うん、朝立ち、うんうん、40なって毎日朝立ちってあんまないっすよね。ないよね、あんまないよね。うん、いや、まあるよ、ないことはないけど、毎日みたいな、昔みたいなことないですよね。日によってみたいな感じになっちゃうから、はいはい、ないですね。確か健康を確かめる意味でも必要かもしれない、うんうんうん、そうですね、そうです、確かに確かに。ということで、うん、投稿は以上でございますが、うん、南川さんにですね最後発表をしていただこうかなと。わかりました。はい、じゃあいきますよ、うん、エッチな自由研究を教えてください。セクシー女優が引退後風俗に行ってる確率。あ調べたいっす、これ調べたい。全データ欲しいですね。全データ欲しい。現役でやってる、両方やってるパターンとか、いやっていうか、もっとポジティブに言うならば、はい、セクシー女優の引退 後幸せに過ごしてるかどうか調べたい。あ、そうですね、どんな進路に行こうとも、そう言って、幸せです、私今本当楽しいです、昔はセクシー女優してまして楽しい、うんうん、それもあの糧ですけれども、今もすごく幸せですって言ってくれたら俺満足。よかったね、全セクシー女優を応援してるから、やっぱり、はい、全セクシー女優をね、はい、そういうようなことを自由研究で、いや結構でもそれ知りたい人いっぱいいると思うんですよね、はい、ね、まあ、うん、ね、引退してタレント活動続けてる方はまだ方もおるし、まあ、会社やってる方とかもおられるし、ね、もう家庭に入られた方もおられるやろうし、まあ、いろんな方、いろんなことの方なんで、ああ、でも私あの時があって今幸せでやってますって言ってくれたらなんか嬉しい。あ、よかった、はい、なりますね、そういう気持ちになりますよね、はいはい、では今回の判定は月森がします。お願いします。今回の勝者は、うん、ルル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 ダン南川さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。私でいいですか。いや、これは私も聞きたいなって、うん、聞きたいよね、思いました。ほんまに知りたいやつあるよね、うんうんうん、でも一応僕が良かったので言うと、ね、ここだとどうでしょうか。まあそうね、粘土やな。ワンタンとイヌリンのホットドッグさんの粘土で自作おなほ作り、これもいた、もらいましょう。こちらも勝利ということで、はい、おめでとうございます。では次に向けてのお題を発表しますよ、はいはい、ことわざをエロくしてください。ことわざをエロくしてください。はい、犬も歩けば棒にあってタルヤ、二階から目薬などのことわざを改変してエロくして送ってきてください。はい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 、なるほどね、はい、アナルから目薬とかそういうことですか。それただのうんこの汁じゃんみたいな。さっきの自転車のネタにつながるところ、つながってるかもしれませんね。はい、ということで、うん、今回もですね皆さん触れてエロくもないよね。アナルから目薬は確かにエロくもないよね。確かにそれはダメだ、ただただ汚いだけ。好きな人は好きな、ね、はい、やつかもしれないけど、はい、はい、今回も、応募お待ちしております、はい、以上トイズハート寄せでした。健全な男の子を育成するトイズハート放送局、ここでトイズハートからのお知らせです。おい、本日はトイズハートの人気シリーズ、ういういしい妹より末っ子のロリポップをご紹介します。うん、
初代のコンセプトを継承しつつ、プリプリ肉厚ボディにより刺激的なギミックを内蔵したいたずら好きの妹ちゃん、いたずらっ子を思わせるゆるキツで振り回され変化する使用感をぜひ体験してください。うん、ういういしい妹ロリポップは通販サイト様および全国の販売店様で発売中です。以上、トイズハートからのお知らせでした。トイズハート放送局。お届けしてきましたトイズハート放送局エンディングです。番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。メールは番組ページのフォームからお願いします。この番組は月曜日のお昼12時からトイズハートの公式ホームページでもアーカイブ配信されます。こちらでもぜひお楽しみください。さらにこの番組は各種ポッドキャストで配信しています。 YouTube 同様毎週月曜日12時に最新回が更新されます。ぜひこちらでもよろしくお願いします。はい、というわけでございまして、この8月の半ばではございますけれども、はい、来週もなんとゲストがいるということでございます。来週のゲストはなんと一目さん、久保田さんです。久保田さん、久保田さん、やっぱり律儀だからさ、そうですね、僕にね、はい、なんか来週次収録、はい、ゲストで行かせていただきます、ありがとうございますって、俺の方がめちゃめちゃ後輩やのにで俺知らんかったから、はい、知らんかったから、あ、そうなんすか、あれ、なんか温度差がまあ、ありがとうございます、宮川さん、ありがとうございますみたいな、はい、そんなやめてください、久保田さん、もう大先輩でございますからね本当に、あ、いろいろこうこの番組にはお便りいただいたりとか、ね、なんかこうね、ちょっとこういつも毎回聞いてくれてるんですよ、公認リスナー、そうそう、感想していただいて、はい、それに引き換え森本サイダーは何もしないな、そういえば何も音沙汰がどうですか、サイダーさんにはご挨拶したんですか、その単独ライブ終わった後にしましたけど、うん、なんかまたラジオでも聞いてますとか、ラジオから聞いてますは言ってなかったですまあまあまあ、これもやっぱりこう先輩として俺のラジオ聞けとはやっぱよう言わんっていうか、やっぱりあれよく言ってたんですよ、先輩とかが、お前俺のラジオ勉強しに来いよとか、あの森脇さんとか言ってたみたいな、いや俺は言われたことないですよ、俺は言われたことないですけど、その自分の後輩にね、勉強しに来いとか、だからライブとか単独ライブとか見に来いとか、俺やっぱりよう今まで言ったことないなっていうので、う、確かに、だからサイダーに俺のラジオ聞けたらさすがに多いわそれはサイダーの自由やもんサイダーの時間はサイダーの自由やもん、それは年齢だともなかなか言いづらいもありますよね、はい、でもそれに控え一目さん、久保田さんは後輩のラジオを聞いてくれてる、本当に、ね、本当にありがたいですね、嬉しいじゃないですか、ラジオ関西ファンなんかもしれないですシンプルにラジオ関西発行しの可能性が発行しの可能性は全然ありますのであります、ね、まあ、そのあたり最近その、カリデカクキボソ、ね、うん、チンチンがどうなっているのか、調子はいかがですかとか、そうね、あと、まあ、もちろんトイズハートの商品をね、うんうん、何個か持って帰ってますので、そのちょっとね、状態も聞きたいじゃないですか、どういうような形になってるのか、使ってるかな、うん、使ってると思います、絶対に、はい、お願いいたしますよ、来週も、うん、ね、楽しくなりそうですね、楽しくなりますから、よろしくお願いしますよ、はい、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。ここまでのお相手は月森ねねと南川でした。バイバイ。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りしました。